皆さんこんにちは。神宮前駅東スポーツ柔道選手の水野です。今日紹介するのは首から肩甲骨周りの筋肉のストレッチを紹介していきます。最近首の痛みや肩の痛み、肩こりがきついという方がすごい増えております。そういった方はやっぱり首が硬くなってしまったり、首から肩甲骨周りが硬くなってしまって動きが悪くなっているのが原因で痛みが出ている方が多いです。そういった方におすすめの筋肉をほぐすストレッチとなっています。ではストレッチの紹介をしていきます。まず腕を前で組んでいただいて、このままぐるっと上げていきます。で手のひら外側にしましょう。でこの状態で右側にぐーっと体を押していきます。これを10秒から20秒やってください。次に反対側もぐーっとやっていきます。これを両左右両方20秒から20秒やってみてください。こうすることで肩甲骨の筋肉が伸ばされるので、だいぶ体が楽になってきますので、ぜひやってみてください。